私は参政党愛知第5区国政改革委員の近藤茜と申します。本日は平和堂反省点にお越しの皆様、そしてさつき通りをご通運河通りをご通行中の皆様にご挨拶に参りたいと思い、今日ここに立たせていただいております。実は私、もともと法政団地に住んでいました。地元の出身者です。そんな私が愛知の内国国政改革委員として現在参政党の国政改革委員として活動をさせていただいております。参政党はまだ3年前にできたばかりの新しい党です。参政党の掲げる3つの重点理念、第一に教育、こんにちは。そして2つ目に食と健康、そして第三に国の守りを掲げております。私はもともと名古屋市中川区の小学校の教諭として働いておりました。地元はここ中川区愛知小学校名古屋市の小学校教諭として働いている私ですが、現在は健康を伝える人として名古屋市を中心に事業主として活動をさせていただいております。それがなぜか、このままだと、こんにちは。このままだと、周りの大切な人、そして日本の皆さんの顔が、どん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 知らない間に失われていってしまうのではないか、そんな危機感を持ってからです。参政党の掲げる3つの重点理念の2つ目に、食と健康、そして環境。私は特にこの二つ目を伝える人として普段は活動させていただいておりますが、でも今は参政党と関わり始め、そしてその食と健康、教育を変えていくには政治が切っても切り離せないことだと、この活動をさせていただくことで気づいた一人であります。私は、ほんの数ヶ月前までは、全く政治に興味関心はありませんでした。でも、この政治に関わり始めてから、こんにちは。身の回りのことを考えてみると、私たちを取り巻く経済、主に一番身近なのは税金ですね。今皆さんの生活はいかがでしょうか。どんどんと知らない間に税金が引き上げられ、その中で給料は上がらず、若者の貧困層、学業に進むためには奨学金が必要。でも その奨学金を借りると、10年、15年と、ほとんど借金を抱えたことと同じ状態で社会に進まなくてはいけない環境。私もその一人です。では、その学生に対して、日本の政府はどのように支援をしているか。私はこの間、日本の学生の奨学金に対して、無償化する運動に署名をして、これからの日本を担っていく学生、そして子どもたちの
未来が明るくなるように、自分の意思を伝えさせていただきました。でもそんな中で、日本の学生には何の手当もないのに、個人の留学生には、日本の学生に対してよりも多くのお金を配るという、そんなニュースを見ました。この日本の私たちの税金で作られている日本の経済、財政はどのように決められているか、もちろん国会や地方の議会で決められているのですが、ではその国会議員、県議会議員、市議会議員、町議会議員を、私たちの税金のお金の使い方を決める議員さんを選んでいるのは誰ですか？それは私たち一人一人の投票でしかないんです。そして私たち一人一人の投票ということは、今現在日本の投票率は良くて 50%、 静岡市の市議会議員選挙では 20% 台でした。ということは、投票に行ってない人が、行っていない人が過半数以上いるということです。そんな投票に行かない人たちが、自分自身の、そして子どもたちの未来を考えて投票に行くようになった日本は、私は明るくなると思います。そんな風に日本の未来を考える一人一人が増えれば、どれだけでもいくらでもこれから日本を変えていける、そんな希望を持って私はここで演説をさせていただいて、皆さんに届くように伝えていくのが務めです。そしてこの演説が、このお話が少しでも届く方がいらっしゃればという思いでお話をさせていただいております。投票の大切さをまだ知らない、自分の一票の影響の大きさをまだ知らない、そんな人が多いのが日本の現状です。でも知らないだけで、知ったら変わる人がいるかもしれない、そんな希望を持って、参政党は全国各地で、私のような国政改革員がこうして街中に立って皆さんと共に変えていきたい、こんにちは、日本を変えていきたいと思って活動をさせていただいております。皆さんの一票の可能性を、皆さんの投票に行ける権利を、その大切さを私は伝えていきたい。そしていくらでもこれから、今から日本は良くなる、そんな可能をこの演説を通して皆さんと共に作っていきたい、そんな風に思って、参政党の国政改革員として日々活動をさせていただいております。決して危機感を覚えたり焦らせたり、そんなことを私は言いたいんではありません。ただまだまだ日本にはたくさんの希望がある、そんなことを伝えていきたい。参政党愛知第5区国政改革委員としての私のそれが務めです。ぜひ皆さんと一緒に、これからずっと続いていく日本を今から変えていきたい、そんな思いで今日はこの場に立たせていただいております。参政党はまだ3年前にできた
新しい党です。参政党の意味は、国民が政治に参加する党と書いて参政党。そして投票したい政党がないなら自分たちで作っていこう、そんな思いで、本当に普通の一般市民がこうして集まってボランティアで活動をさせていただいている党です。私たちの後ろ盾は国民の皆さんでしかないんです。皆さんからいただいた寄付金、そして党費が私たちの活動資金となって、そして私はここで活動させていただき、そして何よりも参政党が作っていきたいのは、参政党は学びの党と言われています。私たち一人一人が今の現状を知って、そして私たちがなぜ今このような社会に、日本の社会が今のような状況になったのか、構造になったのか、それは歴史に答えがあります。そんな歴史を伝えていく、そんな学びを党員の皆さんに伝えていくためのプラットフォームとして、参政党は学びの党として、皆さんの知識、情報をお伝えできる場を作り続けています。参政党のプラットフォームは、国民が政治に参加したい、そして学びたい、学んでいって自分で選択して何かを変えていきたい、そんな方が集まって日々こうして活動したり、勉強会を開いたり、こんにちは、勉強会を開いて学んで、そして選択できる人を増やす、そんなことを党員の皆さんと共に作り上げている党です。政治に参加すると言われると、皆さんはちょっと、私もついこの間までちょっと難しいなと思っていたんですけど、例えば何か映像、情報を見る、そんなことからでもいいですし、政治に参加するというのは、まずは関心を持つこと、そこから始まり、そして投票に行くということです。ただ選挙がいつあるかは分かりませんが、もし選挙があった時には、自分の一票を、この人なら国のことを考えて議員さんとして活動してくれる、この人なら自分の子供たちの未来を思って、しっかりと議会で発言をしてくれる、そんな人を選んで、そんな人を選んでいけるのが選挙であり、私たちの投票です。皆さんのかけがえのない一票には、自分だけではなく、自分の子供、そしてその先に続く日本の2世代、3世代先のお子さんの未来がかかっているんです。私たちが一人一人が、その未来を作って生きる可能性のある一票を託されているということを、選挙権のある20歳、18歳以上の方々一人一人が
自覚し、選挙の時に本当に自分が託したいと思える人に投票することが一番未来を変えていくための政治参加です。ぜひ今後選挙があった暁には選挙に行っていただき、日本の未来を守ってくれそうな、考えて行動していただけそうな方に投票していただいて、自分が行動して変えていける、そんな希望を持って選挙に行っていただきたいと思います。こんにちは。こんにちは。参政党は国民が政治に参画する党として作られた、まだ新しい党です。投票したい政党がないなら自分たちで作る、そんな思いで3年前に創設されました。現在は参議院議員一人がいる国政政党として活動をさせていただいております。参政党の理念は、一つ目に教育、二つ目に食と健康、そして環境保全、三つ目に国の守りを掲げております。私は長井市中川区出身で、もともとそこにあります法政団地にも住んでいた時期がありました。この中川区の法政町の地で生まれ育ち、育てていただきました。そんな自分の生まれ育った地域で、こうして演説をさせていただいて、皆さんに訴えかけさせていただいていることを本当に幸せに思っています。幸せと言いますか、本当に感謝の思いで今その場に立たせていただいております。私を育てていただいたこの中川区で、この参政党というプラットフォーム、皆さんが政治に参加できる、国民が一人一人が政治に参加できるハードルを低くしたのが、私は参政党だと思っています。こんにちは。この名古屋市の中川区、そして私は愛知第5区の国政改革委員です。愛知第5区は中川区、中村区、清須市を含む選挙区です。この地から皆さんの通していきたい、こういう未来にしていきたい、そんな思いをぜひ投票という行動につなげていただき、この人なら任せられるという方にぜひ投票をしていただく、これが日本を地域から国民の力で変えていける方法です。参政党は国民が政治に参加すると、そして政治に参加するということは、自分が自ら学び、選んで、そして投票して、そして政治を私たちは見ているよ。私たちは政治をしっかり見ているから、私たちが反対するような政策をできないように監視していくこと、これも立派な政治参加です。
ひできることからでいいので。一人一人が影響力のある一人だということを自覚していただくこと、ここから私は全てが始まると思っています。他の誰かがやってくれる、誰かが投票に行ってくれる、誰かがやってくれる、そんなことをしてきたから今やりたい放題の政治があると思いませんか。私たちが2人を褒めた税金はどこに使われているか、好き勝手使われてしまっているのは私たちが政治に関心がないからなんです。国民が政治に関心がない、そんなことを続けていたら政府も政治家も国民に関心を持たなくなる。それは、そんなことがあるのは悔しくないですか。私は悔しいです。でもそんなことを言っていても変わらないので、政治に参加をして行動をして変えていく。でも今の日本の政治はどうでしょうか。選挙の時だけいいことを言って、私たちが一生懸命働いて納めている税金の使われ方、最近問題になっていると思います。その議員さんを選んでいるのは紛れもなく私たち一人一人の投票なんです。私たち一人一人の投票一票が今の日本の政治を作り出しているんです。自分なんか、自分一人が動いたって何にも変わらないんだ、そんなことを思う人が日本は多いんじゃないかと感じています。私は一人一人が自分の可能性に気づいて、自分が動くことで、まずは身の回りからの人でいいんです。自分が動くことで影響があって、周りの人が変わって、そして地域が変わり、日本が変わり、世界が変わっていく、そんなことを信じて自ら動く人が増えることが、日本がどん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 明るくなっていくことだと思っています。政治に、国民が政治に参加できると、参政党は現在約140名の議員と、私のような国政改革員が100名います。そして国会議員が1人です。まだまだ小さな政党ですが、こうして全国の街で立って政治に参加すること、そしてそれは決して難しくはない。そして一人一人の未来が明るくなるよう希望を持って活動している党員さん、そんな方ばかりです。私たちはボランティアで活動させていただいているのがいるのですが、その原動力は、こんにちは、こんにちは、日本をもっと良くしていきたい、素晴らしい日本を子どもたちに残していきたい、子どもたちに残していきたい、若い人たちが希望を持てる日本を残していきたい、作っていきたい、そんな思いだけです。参政党で
活動している人は、そんな思いだけで、ボランティアで、こうして今日も、たくさんの党員の方と一緒に、全国の街中で、皆さんに伝える活動を続けています。